のは見ている方に元気を与えられるようなダンスを目指して日々頑張っているそうです。今日は幼児から小学校3年生までのメンバーがスペランサ FC 大阪高槻の選手たちを後押しするために踊ってくれます。まずは幼児から小学校3年生のメンバー、小桃によるよさこい鳴子踊りです。